ドラえもん三のび太と時の砲玉は1994年12月16日に日本のエポック社から発売されたスーパーファミコン用横スクロールアクションゲーム。同社による漫画ドラえもんを題材としたシリーズの第3作目。主人公のドラえもんたちを操作し未来人シェロと共にジョーカー団を倒して字の砲玉の使用を阻止することを目的としている。前作とは ゲームシステムやグラフィックが大幅に変更され、完全超悪なストーリー展開と SF のような世界観が特徴。開発は AM が行い、プロデューサーは全2作に続きくつかけたかし、ディレクターは第一作を手掛けた吉原悟および自作ドラえもんに四のび太と月の王国を手掛けた桑原悟る。企画はナグザットの PC エンジンスーパー CD ログ用ソフト。 ホーセットアムールを手掛けた、安部厚也及びシシクラノりゆき。音楽は、ハドソンのスーパーファミコン用ソフト、スーパーボンバーマンを手掛けた、浜田智行が担当している。ドラえもんを題材とした、スーパーファミコン用ゲームソフトの第3作。地の宝玉をめぐり未来の組織との対立を描いた作品。発売元は、エポック社だが、制作会社が第1作。 ドラえもんのび太と妖精の国及び、第2作、ドラえもんにのび太のトイズランド大冒険とは異なるため、グラフィックやシステムが異なる。作品のテーマにしても、メッセージ性の強かった全2作とは異なり、SF 的な観点で描かれる、完全懲悪ストーリーとなっている。原作での脇役が多く登場するのも、特徴の一つ。先生、出来すぎ、ジャイシ、神聖さん。 伊藤翼といったのおなじみの人物に加え、小池さんやふにゃこふにゃおと、果ては一回しか登場しない息子さんや、あばらやくんまで登場するなど、マニアックな設定や仕掛けが施されている。また使用キャラクターには、声が入っており、ダメージを受けた時や、会話での一部のセリフに声を当てている。なおパスワードは31文字と前作よりも長く、5.75.77になっている。前作 前々作と同様バーコードバトラー2対応。武器と防御とお助けアイテムの3種類がある。武器は基本的に専用のキャラが使った時のみ最大の威力になる。また攻撃と防御のアイテムでレベルの高いものはストーリー中盤で武器屋から購入することができる。購入するには敵を倒した際に入手できるジュエルを払う。お医者さんカバン以外は 複数購入不可能。武器レベルの高いものを購入することで、威力、性能が上昇する。他のキャラクターの武器も使用できるが、専用キャラより攻撃力は大幅に下がる。防具道具を助けアイテム攻撃補助や、キャラクター専用のアイテムがある。専用アイテム以外はショップで購入でき、多摩数消費制となっている。その他、シナリオアイテムシナリオを進めるのに必要なアイテム。 いつものように、スネオが恐竜の骨の化石を皆に自慢して見せようとするが、それを見ていたジャイアンは、意地悪して、のびたには見せようとしなかったため、その表紙でジャイアンを突き飛ばし、化石が道路に放り出され、車に引かれて壊れてしまう。責任を押し付けられたのびたは、恐竜の骨を弁償すべく、ドラえもんと過去の世界へ向かう。タイムマシンで、原始時代へ行った二人。 そこで、ジェロと名乗る、未来人に会い、のびたたちは四つ集めると願いが叶うという、地の宝玉の存在。ジョーカー団という組織が、地の宝玉を使って、歴史を含めた世界を支配しようとしていることを知らされる。ジェロは、ジョーカー団を倒すのに協力してくれたら恐竜の骨をくれるという。二人は三つのうちの一つの装置の破壊に成功し、戦力として四次元ポケットを取り返すために、 恐竜の化石をもらい、一旦現代に帰り、スネオに渡すもスネオは、約束を破り、秘密道具を街中に配ってしまった。ドラえもんたちは亡くなった秘密道具を取り戻しながら、ジョーカー団に立ち向かう。だがその戦いは後に、未来の危機に陥ることは誰も知るよしはなかった。地上ステージ構成前後ステージの構成。未来までは、タイムマシンで行く。 タイムマシンの入り口がある地点は宿屋や武器屋がある。回復とキャラクターの入れ替えは宿屋で行い、武器、防具、お助けアイテムなどは武器屋で購入する。最終ステージ以外は各4エリアで構成され、それぞれのエリアの奥にボスがいる。3つのエリアを攻略すると大ボスの待ち受ける4つ目のエリアに行けるようになる。ドラえもん、のび太、静は専用のお助けアイテムが使え、 ジャイアン、スネオは特殊能力が使える。ジャイアンとスネオはゲーム序盤、静香はゲーム中盤から仲間に加わるが3人はアトランティスで一時的に離脱する。ドラミは宿屋で登場するが使用できない。未来のマフィア、時の宝玉を使って歴史を歪曲し自分たちのものにしようと企み、ドラえもんたちと対立する。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは、 6.67.4の合計23点。ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通り18.8点となっている。ありがとうございます。